中路町三国国境の位置中国、某川村から見た、朝鮮、ロシア友情境三国国境記念碑中路町三国国境は、中華人民共和国、ロシア、朝鮮民主主義人民共和国の三国の国境である。この三国国境地点は、トマン港の中にあり、朝鮮、ロシア友情境から約500メートル、ロシアの破産地区から約2000メートル上流の地点で、ある。 ロシアと朝鮮の陸上の国境は、トマン港とその河口の谷線であり、海上の国境は、日本海の両国の領海を分離している。三国間の国境条約は1985年4月17日に署名された。この条約では、ソ連、朝鮮、中国の三国国境の位置を指定している。右岸の朝鮮と左岸の中国、ロシアとの国境は、 トマン港の両岸の中央線であり、中国とロシアの国境は北から三国国境地点に近づいている。三国国境地点は川の中にあり、その地点に標識を立てるのは現実的ではない。そのため条約では、河岸に3つの花崗岩製の標識を設置し、その位置に基づいて三国国境の位置を指定している。三国国境の位置は、 トマン港の両岸の中央線と中路国境第423号標識からトマン港の中央線への推薦の交点と規定されている。国境のロシア側の行政単位は沿海地方の破産地区である。朝鮮側はラソン特別市に、中国側は吉林省根春市の余計川村に属する。この地域を管轄する主要なロシア国境軍の主体案は、 ペシャナヤに位置する。条約によっては、トマン号が中朝国境地帯として設定され、共同試験とされている場合もある。この場合、三国国境地点は厳密に三国の領土が接する地点とはならない。ありがとうございます。